水陸両用型セブマイナス3ザートセバスキーセバスキーセブマイナス3は単用の水陸両用機である。アレクサンドル・セーベルスキーがアメリカに設立したセバスキーが最初に製作した航空機である。全金属製の型持ち低翼単用機でライト J マイナス6ライトワールウィンドエンジンを装備した単用機である。スライド式のキャノピーのコックピットが二つ設けられ全席に パイロットが登場し、後席には2名の乗員が登場した。車輪を内蔵できる水陸両用の総フロート、または太いフェアリングでカバーされた固定脚を装備することができた。1933年6月に初飛行し、優れた性能を示した。1933年に水陸両用機の速度記録樹立に挑み、1935年9月15日には、 その記録を時速3 7 0 8トルまで伸ばし、水陸両容器の速度記録として49年間破られることはなかった。陸上機仕様で普通の固定脚をつけた機体も開発された。セブマイナス3は P-47 に至るセバスキーの標準的な設計のもとになる機体となった。陸上機仕様の機体が アメリカ陸軍航空隊の初等練習機 BT-8 として採用され30機が生産されたほか、コロンビア空軍で水陸両用型が使用された。出展、スワンボロー、FG& ピーター・エーム・バウアーズ、ユナイテッド・ステイツ・ミリタリー・アークラフト・進出1909、ロンドン、プトナム、1963、グリーン。 ウィリアムゴードン・スワンボロー、ザ・エンド・オブ・ザ・ビギニング、ザ・セバースキー g The s P-35、エアーエンスージアスト、10、ジュライ・セプテンバー1979、ピアニッシモ、821。ありがとうございます。